スポーツ版タイガーファンディングでは、どうぞ失礼いたします今宵、幕を開けるのは高木博正主催スポーツ版タイガーファンディング 志願者の椅子に座るのはあの男まずはご経歴をどうぞ三馬拓也31歳まいは神奈川県です最終学歴は2016年に中日ドラゴンズに育成3位で入団し2021年に引退その後神奈川農業アカデミーに1年 在学し、その後、イチゴ農家として今独立している最中です。えー、希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は500万円です。出資形態は投資でよろしくお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿はプラ級選手から農業へ。農家転身のパイオニアになる。では、オールワナラシン新しい未来をつかみ取れ。キャッチアバンド あなたの経歴を教えてください。2015年に高千穂大学を卒業しまして、2015年、中日ドラゴンズのドラフト会議で育成祭の指名を受けまして、2016年に中日ドラゴンズに入団いたします。その後、6年間プレーをし、2021年に引退をいたしました。その後、農業をやりたいという気持ちがあったので、神奈川農業アカデミーという専門学校に入学します。1年の研修を受けまして卒業し、現在、いちご農家として、 神奈川県の横浜市で独立しています。今回の簡単なビジネスプランを教えてください。2024年の1月にいちご農園を開園するんですけれども、そこで廃棄ゼロを目指していちごシェイクなどいちご加工品を販売できるキッチンカーを買いたいなと思いまして今回試験させていただきました。今回あのスポーツ版のタイガーファンディングの一人目の志願者でいらっしゃいます。<ー>はい。はい、スポーツ版はですね、先に申し上げておくと二パターンありまして。 現役の、まあ、何がしかのスポーツ選手の場合は、スポンサーをお願いしたいみたいな場合もあるんですけども、今回は、プロ野球選手だけではなくて、様々なプロの方々が、引退された後、そのセカンドキャリアとして、何かの事業を始めたい、そのために資金調達をしたいということで来られるパターンがあって、今回、三つ間さんは、後者のパターンですので、さながら、令和の虎の本家と同じ形になります。なので、話を聞いていただいて、 こういう話ならば、えー、投資してあげてもいいよっていうことであれば、お金を積んでいただければ結構かと思います。えー、では、始めていきたいんですけれども、あの、ご存知ないと思いますが、僕も名古屋でして、はい、ドラゴンズの大ファンでございますので、あ,ありがとうございます。あの、横に座っているのは光栄でございます。ますよろしくお願いします。いはい。ということで、どうぞ、あの、元中日の同僚がいますんで、まずは。同僚 <laughs>、はい、先輩ですね。はい。先輩ですね。はい。はいはい 最近、ね、三つ葉さんってどんな人だったか、聞いていいてですか、はい、あの三つ葉,葉君はです、ね、あの現役時代、すごくストイックな選手でした、ウエイトトレーニングが大好きで、えー、練習前、練習後と、ウエイトトレーニング、ケアなどをもう欠かさずする、すごい真面目な人、人柄ですね。 あのよろしければ、五年間の、なんか戦績みたいなもの、をざっくり教えてもらっていいですか。どんな感じでしたですか、五年間は。えっと、二勝二敗、ええー、十八ホールドですね。うん、はい。はい、主に中継ぎが多かった。はい、中継ぎです。はい。あの頃って、他に中継ぎ、どなたが見えましたか。又吉さん。はい。ええー、福谷さん。はい。ええー、ライデルマルティネス。うん。はい。ええー、中継ぎ、かなりの、ええー。 面々がいらっしゃいました。マタエさんで今ソフトバンクに行きましたよね。はい。マルティネスは抑えに回って。マルティネスが中継ぎの時代もあったんでしたっけ。あ、そうです。はい。その時は抑え誰でした。その時はえー誰岩瀬さんです。あ、そうか。まだ岩瀬さんがいた頃か。はい。マルティネスと岩瀬って被ってるんだ。被ってるんですね。被ってます。すみません。マニアックな話で。ということで、あの唐突にですね、農業に興味を持ったという。はい。 ねえその辺ちょっと教えてくださいなぜ、はいえー、2020年にあのコロナ第一波が、えー、日本に来まして、うん、プロ野球もシーズン開幕が、えー、2か月ほど遅れた時期があります開幕もいつスタートするか分からなかったんですけども僕、えー、ステイホームプロ野球選手も練習しちゃいけないような期間があったんですけどもその時に、えーまあ、家庭が、えー、ありまして息子がその当時1歳半だったんですけども。 と、えー、しても、えー、男の子で、えー、遊びたい盛りなので、外に行きたいと、泣きわめくんですけども、なかなか正直、あの、息子にマスクをまださせれるような年ではなくてですね、はい。で、連れて行ってしまって、えー、まあ、もちろん名古屋で、三馬が、あの、息子にマスクをさせてないと、う,うん。メディアに出てしまうの、すごい辛くてですね、嫌な時代。はい。その当時、本当に、プロ野球選手をコロナ感染してしまうと、うニュースに、あの、顔写真付きで、名前付きで、 出てしまうのでなので、どうにか息子にあの外の空気を触れさせたいというところから、ベランダをきれいにして、家庭菜園を始めたのがきっかけです、ね。なるほど、はいえー。家庭菜園からいちご農家になるんですね。<laughs> はい。すごもともと三間さんは、神奈川とは縁もゆかりもないんじゃないですかそうですね。はい、はい。えー、出身は群馬,群馬ですね。はい、はい。なぜに神奈川に行かれたんですかプロ野球ファン層をターゲットにしたくてですね、アクセスという面で。 横浜が一番、えー、来やすいというところで、プロ野球球団、5球団を視野に入れれるかなと思って、横浜に挑みました、うん。このプロを引退というか、退団された時、ドラゴンズを、はい、あの、他からなんか、いろんな口に来てほしいとか。はい、あの、球団とか、声かけってなかったんですか。はい、あります。えー、独立リーグですとか、えっ、ー、と、海外の、えー、台湾ですと、か韓国という、はい。ところからお誘いはありました。しかし、あの、コロナがまだ完璧に、あの、排除されてなかったので。はい 家族サポートをすべてあのしてもらえないという状態でして、えー、なかなか家族と雰囲気がつかなかったのでもう NPB 以外はやめようということで引退を決意しました家族はもう最優先なんですねはい素晴らしい菅原道真の末裔なんですかはいそうですえっガチはいえこれウィキペディアガチなんですねはいガチです <laughs> 入団当初それであの新聞に載ったことがありますはえ<ー>、はい、すごっ じゃあ由緒正しき家庭なんですねね <laughs>、はいうん、家はじゃあバッチリ経歴もバッチリです、ね、<laughs> すごいな家はっていう言い方にちょっと経験がありますけど <laughs> いやいやいややっぱりあの今までなんかこう変な志願者の方が多かったんで令和の棚っていうのはねなるほどやっぱりなんかこうこんなあのプロ野球選手になった人ってなかなか座らないからい座らないねはい,いやだからすごいですよ本当にしかも道真のね、はい、平さんも座りましたけどね一応ね はい、どうも座らせてもらいましたいつかこっち側に座るんですねいちご農家小川 <laughs> さん何かご質問ないですかそうですね新海グループ代表小川雄介水産業を中心にグループ会社を経営通販サイト「V やキ太郎は受注件数1万件超え率いるのは社会人野球界に旋風を巻き起こす公式野球チームみなとの野球軍が東京ドームを目指す選挙を競り落とすがごとく自慢の目利きで出世を見抜けるか 農業を志されたということなんですけど、はい、今現在はじゃあ自分で育てたものをまあ加工して販売していくというようなプランをお持ちっていうことですねはいあの一時生産者としていちごの苗作りからスタートし今の、あのーはい、収入状況というか、はい、今育ててる段階じゃないですか、はい、なんでそこの農業に対する収入単はほぼ ない状じゃ、ねはいまあ今ど,どういうところで収入を得られてるんですか野球の、えーはい、クラブチームでコーチしているのもあるんですけども引退してから2年間は、えー、家族で妻に今共働きをしていただいて妻の収入頼りで生活してますなるんですね、はい、大変ですねこれがプロ野球選手のリアルですよねでもはいそういうことですね 僕と平田さんでカットバスボールアカデミーっていうフランチャイズを始めるっていう中で、今日までに10人近くの元プロ野球選手とズームで面談したんですね。多くは、まあ、現役時代に可愛がってもらった社長さんのところで無理やり働かせていただいてて、月額で20万とか、25万って言うんですよ。あとは、清掃業やってるとか。で、本当に僕らが想像する以上に、とってい収入です。 平田さんが前に、あの、仮面説明会の時に、プロ野球選手って、えっ、ー、と、引退した後、8割が自己破産するっていう。えぇ、ー、ね。はい。っていう説明を受けてます。はい。信じられなくて、はぁって思うじゃないですか。まあ、2割、3割なら、私も。でも、本当にそうなんですよね。ほとんどが、はい。だから、もう仕事がないんですよね。仕事をしたことがない人。 ま、社会人から来た人は別ですけど、30歳とかになって初めて社会に放り出されるんで、もう何をしていいか分かんない。履歴書も書いたことない人が、もうそのまま社会に放り出されるんで。あとはこう言っちゃうんですけど、騙されるんですよね。はい、あと騙されるの。いっそう。もう簡単っすよね。やっぱお金はあるけど、 知識がない、うん。それはね、それだけセカンドキャリアが大変なんだっていうことで僕たちに、ぜひっていう応援の気持ちかもしれないですけど、80%自己破産するのかなって思ったら出せないっすよ。無理無理、そんな。8割8割。打率がね打率。打率2割。2> いや、その残りの2割にかけるのが令和の虎ですよ<え>、うん。まあけど一応大学出てるからね。うん、ちょっといいのかな怖いよ、俺。お金なくなっちゃうよ、これ。 元中日ドラゴンズ三妻が挑むタイガーファンディングプロ野球選手のセカンドキャリアその現実の厳しさを語る序盤戦回想像トラたちが心をつかまれる一体どうなるキッチンカーなんですよねはい今回農,農園じゃないですもんね、はい、農園はされるんですよ で来年の春にも出荷するんだよね農園の方はですね、えー、自分であのセネント収納資金ですとか農協さんでお借りしてすべてハウスとシステムと4500万ほど工面できましたので<う>今回はあのキッチンカーの方で、えー、新たな事業として、えー、ちょっと早い段階なんですけどもどチャレンジさせていただきたいなと思って予想年収は来年どのくらい儲かる予定なんですかちょっと厳しく見積もって、えええー、売り上げで700万円 利益が利益がええ500万円です。よく見積もるとよく見積三年後はいですと売上がええ1000万超えます。はい年間の売上がはい年間売上がです。ずっと利益は利益は700万から800万ぐらいです。それはまあ儲かるっちゃ儲かるけどめちゃくちゃではないですね。はい。うん。まあ一つの家族が何とか食えるっていうレベルでしょうね。なるほどね。 今後あの横浜市はですね、やっぱり都市化が進んでまして大きな広大な土地がないので、うん、えポツポツと農地があるのでそこの農地を探して店舗展開という形で拡大していきたいなと思ってます。来年からっていうのはあのご自身でやられる、また従業員は雇用される。はい。僕一人と現在、えー、従業員一人雇用しています。あ現在雇用されてるんですか。はい、その従業員の給料っていうのはあ手出しで出してる。あ出されてるということですね。はい。はい、なるほど。 この農園というのはどれぐらいの広さなんですかハウス内面積ですと、えー、300坪百坪。はい。ハウス以外の場所も含めると大体いい600坪ぐらいの大きさですそれは家賃とかっていうのは発生してるんですかはい発生してます600坪で大体いい毎月家賃いくらいぐらいですか年で<齢>安っあそんな安いんですねはい <laughs> なるほど固定費って言ったら、はい、来年じゃあ売上七700万として、はい 残りの,その200万の固定費っていうのは細かく言えば何になるんですか農薬ですとかあとは電気もろもろあと農薬がほぼ大半を占めてしまうかなと一応は思ってますなるほど最小限の700っていうのはその最小限に当たるその要因って何,、はい、何なんですかね例えば天災とか研修に行かれた農家さんもリアルな、えっと、集客人数を今まで毎年毎年教えてもらいまして最高が で最低でコロナ第一波の時のの入場料3200円で見積もると、えー、大体それぐらいになるという計算になってますじゃあいちご農園はなんとかうまくいきそうですね生産の方はやっぱり今年初めてなんですよねでまあやっぱり生産ってあの私も生き物の生産に携わってるんで、はい、やっぱり非常に難しいんですよねそんなに簡単にはできないと思うんです、はいはい、そのあたりって、まあ、1年けあの 学校に行かかれたたんんだと思ううでですすけどど、はい、そのありってどうですかえ1年学校に行きましてその行きながら1年間、えー、と近くの農家さん一応農家さんに研修行きましてで現在は独立して甘えながらにわからないことがあるとすぐ電話してすぐお伺いして見て持ち帰って自分で改善するっていうのを繰り返ししてますまあ極端な話全部ダメにしてしまうこともあるわけですよね、はい、なのでやっぱり、はい、やっぱ自分が まあ本当に体入れて、ねはい、やっぱりやっていかないとだめなものだと思うんで、はいはい、やっぱそこでまた新たな生産だけでもやっぱり大変なのに、はい、そこからやっぱ加工であるとか販売であるとかっていうのはやっぱり私たち一次産業の、はい、誰もがチャレンジするんですけど、はい、挫折していく、はい、やっぱりして人ってかなり多いので、はい、そのああたりりすすすごごく心配なんですよねがとうございますやはり、えー、一次生産者というのは労働力がものすごく多いというところで。現在あの 高木さんも、えー、質問してくださいました。あの、従業員一人雇用してまして、<laughs> なかなかスタートアップ時に従業員雇用するっていうのは一時生産者の方、なかなか考えにはないと思うんですけども、病気ですとか、天才っていうのを一緒に立ち上げから経験してスキルアップをしようということで、そこには、えー、人材的に投資はさせてもらってます。なので、加工に回る場合は僕が加工に回り、従業員の方にちょっと、えー、朝から苗、えーまあ、を見てもらうですとか、 同じ情報共有というのは、え、させていただいてます。一日の主な流れって、どういうふうになるの早く起きてとか、夜は何時までやってとか、なかなか、あの、認識がないんで、農家の方の。5時に起きまして。朝5時早いですね。はい。え、5時半に家を出ます。はい。で、6時に到着し、えっと、水やりを1時間半始めます。おお。そうしまして、1時間あけて、また水やりが始まります。で、また1時間あけて、水やりというのは、午前中に4回。 やります。で2時にもう一度水やり。で日が暮れる5時から農薬散布が始まります。で日が暮れたえっ、ー、と6時半から7時に片付けして帰るという流れになってます。<ー>はい。毎日毎日それのずっと一旦繰り返したんですか？繰り返しです。<ー>連休とかないんですよね。ゴールデンウィークとか関係ないですもんね。はい。でも頑張って19人と一緒に、はい、あの二、ー、連休は、はい、お互いにちょっと頑張って取りました。 おうもうどっちかが負担してっていう感じでカバーして、はい、それが今後5年10年20年ってやっていかれる自信っていうのはあるんですかあります <laughs> すごいですね奥さんも奥さんも一緒に手伝われてらっしゃるんですか奥さんはやってないやってない、はい、もう2人で、はい、2> ちなみに今その今やってる仕事を、はい、やりがいを持ってやってんのか、はい、生活しなあかんからやってんのかどっちですかやりがいですねはい、あのー 一時生産者でやはり先ほども言いましたけどもやっぱ天才ですとか苗の状態がどうしても良くない方向に進むこともあるんですけどもそうなるとちょっと今まで育ててきた我が子のような気持ちなのでえなんでこんな状態になってしまったんだろうってなるとはい師匠に電話をかけまして「ちょっとこういう状態なんですけど見てもらえませんか?」っていうのもかけたりですねネットで調べたりですとか,、えー、か悔しい気持ちでいっぱいになってしまうのではいやりがいを感じてます。 愛がありますよね、なんか聞いててすごく<あ>愛が <laughs> 本当に、はい、よかったですねなんかそのセカンドキャリアでやりたいことを見つけるんてね、はい、すごいいいっすよね農園は楽しそうですけどねなんかこっからのキッチンカーが先ほどね,ねちょっと指摘もありましたけど厳しいんじゃねえかみたいな、はい、キッチンカーができてきて販売開始になるのっていうのは具体的にいつからになるんですかイメージでですと、えー、開園して1ヶ月後で、えー お客さんが取られないいちごなどが出てくると思うので、えー、2月下旬をイメージしてます2月下旬から来年のはい、はい、だそこまでにはキッチンカーの車が必要になってくるんですね、はいはい、具体的にはこれ何をキッチンカーで販売される予定ですかいちごシェイクを販売させていただきますイチゴイはいいちごシェイクは持ってきてもらってるんですかね <laughs> まだいちごできてないんですか持ってきたかったんですけどまだイチゴはなっておりませんやっぱりね店舗型とか飲食物はやっぱりねちょっと食べないと分かんないですよね例えば近隣の農家さんっていうのはそうやっていちごシェイクだったりとか虹っていうか利用されてたりされるんですか同じような感じでそうですはい僕の師匠もキッチンカーで同じようにシェイクを販売してやっておりますはい それはもう場所はもういろんなところですか農園が主なんですけども、はい、横浜ストロベリーフェスティバルですとか 大きなイベントがある時に出展をされててまますす儲かかっ株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープフランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む分資金とノウハウを授けるフランチャイズの王今宵も聞けるかサービスですよ儲かかってますかはい。 どのくらい儲かかってます売り上げで多分師匠がえっ一年間で年間にですかはいで利益はおえってことは利益の20%で帰ってくるんですかはってことは予想のなんか収支がついてなかったんですかすみません大体いくらぐらい売れて月いくらぐらい儲かるかなってのを教えてもらってますと シェイクが、えー、1000倍から2000倍を低めに設定して計算しております原価が80円で資材費が20円はいなのでズバリ<で>年商いくらで利益いくらですか年商が100万円から200万円少ないですねキッチンカーのですねはいキッチンカーの売上げですはい、はい、おう年間200万ぐらいしか売れないのはいキッチンカーはそれぐらいですはいおうそれでおいくら余るんですか利益は、まあえー、80万円ぐらいかなと80万円から 100,、えー、100月 全然キッチンカー稼働しないってことですか農園を開く土日祝は稼働いたしますシーズンオープンさっきおっしゃった先輩は大きな数字だったが突然100万になるのはでですかすみません先輩のは農園の方を含めてしまいましたああそういうことかキッチンカーと農園で来年は700万ぐらいキッチンカーと農園含めまして800万円で550万ぐらいが残るってことですね あんまり儲かんないですね、うん、で来年じゃあ200万円年間売ってじゃあ150万余ったとしたら20%くれるので、はい、30万円くれるんですねはいそうすると500万出して30万円ずつ返ってくると僕たちは17年ぐらいかかるんですね500万円もらうのにはい、はい、3年後に規模拡大を僕は目指してますいくらぐらいかかりますか規模拡大に3500万かかりますええー そうすするるといいくらぐらぐ儲かるんですかで単純にあの今の農園の収支のける2だと思ってますなるほどはいけど僕たちが分けてもらえるのはキッチンカーの分ですもんねはいそうするとそんなに結局僕たちは30万円が17年かかるって感じは変わらないですよねなかなか大変ですね車の寿命もあるしね <laughs> 持って5年10年いちご農家として独立を進める三馬対する虎たちは 売り上げの見込めないビジネスに懸念を抱き始める次回怒涛の後半戦新しい未来への情熱を胸に虎えと挑むちょっと多分あんまりみんなあの数字聞いてちょっとドン引きしてる感じが <laughs> <laughs> やんねえ方がいいんじゃねみたいな。